ライダーさんが大丈夫ですか。これが行きたかった箱だけだけど、霧という、しょうがない。だけど来たという事実があればね、俺は満足だよ。やばいやばいやばい、私をずれるとちょっと、これちょっと今日はね、あれだね、この後あれだよ、もうゆっくりする。もう明日雨上がったらこう出るみたいな感じにしよう。だからライダーさんだったらあそこの国道から30分ぐらいか、おそらく。まあスピードにもよるか。だから40分から1時間で来れると思うよ。多分40分ぐらいでこれ今回なると思うんだけど、今まだ27分ぐらいからちょうどあれだもんね、あそこなのでね、来れると思います。頑張るぞいね。よし、なんか、お、なんか太陽が出てきたぞ。ワンチャンないにしろちょっとお日様が出てくるとね、ちょっと元気が出るよね。なんか開けてきたぞ。なんか、お、頂上近くなってきたような気がするぞこれ。気のせいかや。お、あー、ライダーさんが壊れてる、倒れてる。ちょっと助けるか。大丈夫ですか。今ちょっと机を頼って、はい、あのレッカーの手配をしてもらってるんですけど、あー結構きついです。ちょっとどうにかなるかな。なるかな。引っ張ってみます。引っ張ってみますか。ちょっと引っ張ってみましょう。ここ持ってガッて傷つけちゃいますよね。傷つけちゃいますよね。しょ、うわ、待ってやるかな。いやでも上がるかなっていう。一箇所でみんなでガッて引き上げる。見ますか。ちょっと力拝借していいですか。はい、ここで行ってみます。せーの、よっよっよっ。ちょっと待ってください。せーの、よっよっ。せーの、よっ。引き上がっちゃったのか、そこで。パン焼きですか、なんか。もういいです。きついですよね。いやもう連絡ついたんですか。今してもらってて、なかなかわかんないですけど、さっきの登ってた時にこれパイって見えないけど一つするもうちょい行ってみます。せーの、せーの、よっよいしょ。ちょっときつい気もしれませんね。ちょっと流しますか。逆にどんな感じします。あ、でもなんかいろいろも引っかかってるっぽいんで。そうですね、ハンドルも引っかかったし、あ、お前やったの逆に向こうちょっとあれですもんね。なんかもうちょっと頑張れ。上様子見てきてもらって、はい、あとどんくらい人がいるのか。いや全然人はいないんですよ。いないですか。今いるんですけど、でもうこんな状態なんで誰も多分。ここってどっから登ってきたかとかって、登る、もうかす、あのかす岳に登るって言ったらここしかないんですか。ここだ。そうですね。わかりました。あ、そうですね、リフカの方からと、あと逆のね、あの下の部位の方から2ルートしかないんで。5キロぐらいですよね。もうすごいですよね。5キロもないですね。ちょっときついですよね。一回骨をピッタにして、申し訳ないけど下の
電波通りやすいとこまで送ってもらうかとか大丈夫ですか。ちょっとね、乗りなんて、すみません、あのね、あの申し訳ないのと、力なくなるんです、すいません、あのこれ引き上げられるかなとか思えたぐらいでも全然いいです。ちょっとね、本当すいません、本当はい、お気をつけてくださいということでね、やっぱりああいうことはありますよね。はい、はい、ということで、あのやっぱりアクセルワーク、ああいう大きいのだとアクセルワークがねちょっとものすごいシビアになって、ちょっと開けるとね、もうステンとこういっちゃう感じになっちゃいますもんね。じゃあ私はちょっと、はい、上まで行ってね、いやさっきびっくりしたね、人がいらっしゃられるからね、何かなとガキにレッカー呼ばれるみたいですね。ちょっとハンドルとかすげえ、あれ多分300キロくらいあるからね、300キロ、きついですよね。あとハンドルとかが地面にねえぐれちゃってっていうか入っちゃってたからね、やっぱりねきついね、箱岳の洗礼を受けちゃったあれですね、本当申し訳ない、本当やっぱレッカーでプロに頼んだ方がもうちょっとね、崖があってかなっていうのかな、下がもうちょっとね硬ければね持ち上げられるんだが、土でねあんな感じだからねちょっときついかも。いや本当ね、力になれなくて本当申し訳ない、本当ね、もうこの状態だと誰も来ないもんね、きっと今日なんか雨って言ってたからさ、本当いろんなことがあります、本当持ちつ持たれずで助けられてね人は生きてます。はい、やっぱ自分もそうだけど、なんか過信したりすると、常にこうね、臆病ぐらいがちょうどいいんだよ、あのね、臆病がちょうどいい、やべ、臆病もぐらいがちょうどいいっていうね、ガンダムもね、海外行ってたよ。やっぱり林道とかさ、日本のこのこういうとこって排気量低い方がね、なんか扱いやすい気がするな。なんか排気量高い、あ、ね、大きいバイクってさ、タイヤ交換した時のあれやじゃん、皮むき、あれでもシビアになるからさ、皮むき交換してさ、出るぞっつった時にさ、アクセル蹴ってやっちゃってプルンボカーンってね、結構あると思うんだよね。だから250ぐらいのがもしかしたらちょうどいいのかもしれないね、こういう道。やっぱり人少ないね、これなんかトラブルあったらこれやばいわ、これ本当自己責任だね完全に。